はい、どうも、セリカです。青鬼オンラインをやってる皆さん、多分もうご存知の方多いと思うんですけど、どうやらイベントが来そうで、3月12日の明日ですね、3時にログインすると、もう新シーズンが始まるっぽいですね。今のひな祭りイベントが明日の3時で終わりなので、入れ替わりで新シーズンなんですけど、豪華なイベントになりそうな予感。ガタガタガタ。いつもこれ意味深な感じなんですけど、豪華なイベントって言うと何でしょうかね。何？多分考えると、プレゼントボックス的なのが、また、あるか、青旗甲子園がちょっとゴージャスになって、なんかすごいのが来るか、青旗だとしたらその旗ガチャが豪華なスキンになってるのか、プレゼントボックスプラス青旗甲子園で、プレゼントボックスが豪華なのか、もしくは、レアスキン新種も変ですけど、新たなレアスキンが追加されるのか。え、でも、ひな祭りの後って何ですか？ホワイトデーってことかな。去年はね、ホワイトデーはイベントではなくって、ガチャだけだったんですよね、確か。ホワイトデーガチャっていうのがあって、マシュマロくんとか、多分そういうガチャだったと思うんですけど、イベントになる。でもホワイトデーしか考えられないですけど、春休みってことで、まあなんか、春休みバージョン、春休みイベントみたいのが、あるのか、まあコロナウイルス撲滅キャンペーンイベントなのかちょっとわかんないんですけど、豪華なイベントになりそうな予感ってことは、あえてツイートするってことはそれなりのことが起きそうな感じですね。ただのイベントではなさそうな感じですけども、期待しちゃいますね、これは。はい、楽しみに待ちたいと思います。はい、それではやっとなんですけど、青パスが35まで行きましてやっとだよ。結局これは宝箱を、全部宝箱でしたね。とりあえず30クリアしたら次のミッション解放で、また30でっていうので、永遠に30個宝箱を開けるっていうのがあったので、まあ積極的に開けてはいたんですけど、この辺さ、やっぱりプレミアム買ってないとしょぼしょぼですね。青玉1とかね、まあ無料なんでありがたくいただきますけども、100枚とかね、宝箱30個開けた方が多分青銭出てたんじゃないかっていうぐらい、青玉ももっともらえてたんじゃないかっていうぐらいの感じですけど、いやーそうだね、プレミアム買ってたらウイルスも PM もラブラブもスキンも青銭も10倍ですからね、という感じでございます。とりあえずこっち受け取っていってどれぐらいになる青銭、最後が確か3000枚だったので、でウイルスも受け取りますね、これね。で最後が3000枚で、はい、ありがとうございます。はあ、まあ1ヶ月はかからなかったですけど、なるほど、これが毎月来るってことですね。でプレミアムの報酬によってどうかなっていう感じですね。はい、買いました。せっかくなんでね、プレミア青パス買いましたので、もうごっそり報酬をいただいていきたいと思います。でツイッター見ますと、どうやら明日からまた新しいイベントというか豪華イベントっていう風だったので、またなんかザクザクもらえるんじゃないかとは思うんですけど、これはこれで受け取っていきます。でこれメカドラゴン、思ったよりね、なんか小さそうな感じでしたね。なんかこれに似たようなバーンでしたっけ、バーンよりは一回り二回りちっちゃめなイメージでしたけども、まあメカなんでね、メカドラゴンって、あ、これピエンが欲しかった。今回はちょっとね、ワード欲しさに、あとはウイルス欲しさに課金をしまして、あ、これ星2かな？スキンやって、これ星 2？ だとしたら持ってないですね。これはこれで、レアなのかもしれない。はい、最後受け取って、まだか。まだまだ。ウイルスね、これトータル7個受け取ることになるので、まあさすがに7個あったら、青玉いっぱいですか？じゃあ後で受け取ります。7個あったら人にいけるんじゃないかと勝手に期待してますが、2体目ですね。はい、ありがとうございます。で、3000枚で青玉5。で、ウイルスで3体目。で、スキンチェンジ。これがね、紫だったって聞きまして、紫ね、ちょっと好きなので、ちょっとこれもゲットしておきたかった感じでございますが、まあ、スキンチェンジよりは、なんか3体別のスキンでも、よかったかなとかいう感じで、来月また期待したいと思います。はい、青鬼観戦実は何回かやってます。ちょっとカットしたりしてるのかもしれないです。あ、このステージはいいんじゃないですか。多分ね、今ボット部屋だった気がします。ちょっと喋っててあれだったんですけど、多分ボットしかいないステージで、ここでしょう、多分結構いけると言われているステージだと思うんですよね。で青霧が結構こっち側から来ることが多いので、これはちょっとやっておきたい。あーちょっと、こちょこちょ動かれるとね、こう戻ったりする時間ロスがね、私本当に上手じゃない。いやいやいや、めっちゃ来るな、ここ。
どうしようどうしよう、諦めるべき、あっち行く。でも門が開いてないと。そうなんですね、ボット部屋だと門が、うわめっちゃいる。これいけるんじゃないですか。そろそろこのステージさすがに開かないから、回るか。待ってよ、結構厳しい。2体目出てないのに。出てないよね。なんで青霧、青霧ですか。まだいけるのか、まだいけるのか。だー、2体目が出る。あー、もう一人も取り逃がせない。終わった終わったよ。誰か、マジでできないですよ。どうしよう。いるはいるんですけどね。青霧かな、2体目。あー、もうダメだこのステージで50人とかになっちゃうのかな。やられてる。結構待ってよ、門が開かないんですよ。やだやだ。こっちかな、いる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 けど、そんないない。いやー、やっと50だ。上から来てたのかな、完全に。もうね、青霧の読みができない。終わっちゃう。遠回りか、遠回りしないといけないですか。いや、このステージで55人かやばいなー。いや、本当にできない。いやー、本当にできないここスタートどんな隙間に。寂しい。人っ気ないですね。ここからスタートいきます。このステージもね、ちょっと本当に私の場合運が良くないと、青霧と2体目の運とか良くないと多分難しいんじゃないかと思いますが、青霧どっちから来るかだよね結局は。いやー、よいしょまだ大丈夫なんですが、どっちから来る？どこにボットが多いかな？あれ、これプレイヤーさん部屋だったかな？どっちだったかな？まだいけるんですよ。あと10秒、20秒で。いや、どうしよう、もう置いてこう。この辺、こっち行った方がいいのかな？どっちから来るか。この時間でこっち来てないってことは、あっちから来てんのかな？あちらから、青霧が来てる気がする。2体目どこで出た？こっちで出てるかな？あー、終わったー！80人無理。いやー、ダメだ。どうしたらいいでしょうか。今ね、ちょうど青パスとプレミアム青パスを使って、わ、こっちに行ったのか。7回ぐらいね、青に感染できるはずなんで、今チャレンジ中です。今何回目かやっておりますが、全然できない。やばい。7個もあればね、1回ぐらいは80人いけるんじゃないかと、いう気持ちもあって購入したんですけど、青パスを。ダメか。全然ダメだ。惜しくもないですよね、本当に。50代、40代ぐらい。ああ、左側にいっぱいいるけど、行きましたよね、一体。なんで、3体目出ないでこの感じなんで、やばいよ。ああ、読みが違ったんだ。あ、プレイヤーさんいっぱいいるわ。読みが違ったり、右側から今回の場合は、青霧が来てたっていうことで、ダメですよ、どうしよう。ちょっと終わんないから追いかけさせてもらいます。あと6人どこですかね。上の方かな。うぃー、早い、逃げるのが。さあ、どこにいる。あれ、若干私の方が足が早いのかな、この普通の青鬼より早くできてるのかもしれない。あ、こっちかな。あ、いたいた、3体目もいる。5人か、わかりません。50人いかない感じですね、これ。やばー、無理ーあー、終わっちゃったー。いや、全然ダメだね、このステージも。いや、下手すぎるー。はい。深夜ですが、青鬼観戦連続でやってます。ここは、プレイヤーさんいたので、門が今回は開けてもらえると信じていきますが、まだは開けてもらえないというか、まあ、基本開けてはもらえないですね、鬼入れることになるので。こう、間違えて開けた隙に、誰かが入る隙に、一緒に入れればいいかなっていう感じなんで。まあ、牢屋の中の人を取り逃がすことのないように見張ってはいきたいと思いますが、あそこにね、結構いるんですよね。下手したら50人ぐらいいるんじゃないかっていうぐらい。開かないか、こっちは。さすがに。さすがに開かないか。ちょっと回りましょうかね。で、2体目が出る前にやっておきたいんですが、どこに行けばいい？ここもまあ、広いっちゃ広いっちゃ広いですよね。ステージがね。プレイヤーさん無理かな。行ってみる？右側行くよりね、こっちで開けられて、あ、入れそう。OK。OK。入れたー。ここめちゃくちゃいるんですよね。変わったんですよね、きっとね。ちょっと右側にもうちょっとボットがいた記憶もあったんですけど、最近はもうここばっかりボットがいるような気がしております。まあ、プレイヤーなのかボットなのかちょっとわかんないぐらい多い。
結構ね、ボットの感じも逃げるの上手なボットとかいますからね。わかんないけど、まあこの辺だいたい鬼滅の刃系の名前の人はプレイヤーさんですよね。最近めちゃくちゃ多い気がする、鬼滅系の名前のプレイヤーさんが。これでもう終わりや。気づいたらあと9人。ああ、終わった。50人。で、これ閉められちゃったら出れないパターンですね、今度こっから。あ、出れるわ。開けてくれてた。あと5人。もう届かない。60人もいかないですね。7回もウイルスあったのに。ああ、そこにいたのか。いやー、ちょっとダメだ。ダメですわ、終わった。終わったー。はい、ラスト、7回目、青鬼観戦やってきます。いや、このステージもね、きついんだな。どこのステージもきついよ。私、いや、あのね、ちょっと屋上のある、ちょっとイメージ狭いステージとかは、2階建てというか、のステージはもう来なかったですね、7回のうちでは。とてもこのステージか新ステージか、くらいな感じで。ほえもう終わりだ。80人無理です。割った割った。36人でしょ。ここか。この辺だな。楽勝っていうな。ここも結構上げてきてるから。よいしょよいしょ。よいしょ、細かい細かい。いや、52、53。あー、間に合ったか。54。あ、終わっちゃった。あー、ダメだったー。はい、ということでございまして、青パスと、プレミア青パスが終わって、7回青鬼ウイルスを感染してやりましたが、全滅でございまして、恥ずかしい動画になりました。一鬼取れたっていう動画をね、そろそろ出したいんですけど、まあ、ウイルス7個でちょっといけるかなという、ちょっとね、傲慢な感じでおりましたので、ダメでしたね。謙虚に行きたいと思います。で、メカドラゴンが紫で、これちょっと綺麗な色ですね。私は結構好きな色でございますが、また次回の、プレミア青パスの内容が気になるのと、明日の3時から新イベントが始まりそうなので、そっちもまた楽しみに待ちたいと思います。はい。ということで、まあ、申し訳ありません。変な動画ばっかりで申し訳ないんですが、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた他の動画も見てください。それではまた。バイバーイ。